じゃあもう忘れないようにコピー板しました。はい、で紐を、枕の位置をどこに持ってくるか、ここをの帯を、帯下を狙うかによってお太鼓の大きさが随分違ってきます。だからコマで今日はあまりお太鼓を大きくしない方がいいなというような時にはそういった計算をします。で、まあ、手がたくさん取れる場合はですね、どちらも輪になさるとこれが一番問題ないです。ですので今日はかなり手をしっかり取りましたので、これが一番どちらの方向からもいけますので、できれば手を取る方がいいと思います。で、もしおサイズ的な問題で輪にならない場合は、お茶の場合はなるべくでしたらこちらがこうやって輪になるように見つけてください。だから今回はこちらも輪になるように揃えました。なので、もう一度言います。お茶の場合はこちらの動作を こちらから見られる動作が多いものですから、手の技がこちらに来るように右肩にかけてさっきのような着方をします。その方がこうやってする動作が多いから、こちらがピラピラが来なくていいというご指導を受けました。はい、なのでどちらもできればどちらも輪になるような着方をしておくと問題ないですね。ということで、前回の名古屋帯の復習をいたしました。Thank you.
何か疑問点がありましたら、いつでもまたお問い合わせくださいませ。失礼いたしました。